せーの。小さい春、小さい春、小さい春、見つけた。皆さんこんにちは、しんちゃんです。はじめまして、けんぼうです。二人合わせて、しんちゃんとけんぼうです。本日は森の中へ出かけて小さい春を探しに行きたいと思います。じゃあけんぼう、行くぞ。行くぞ。どうしたんだい、しんちゃん。小さい春、見つけたよ。なんだって？どこだい？ここだよ、ここ。本当だ、これは一体なんだい？これは、吹きの塔って言うんだよ、ゲンボウ。そうなのかい？知らなかったよ、しんちゃん。春の山菜として、すごく有名で、吹き味噌とかにするととっても美味しいんだ。それはつまり、ご飯に合うってことかい？そうなんだよ、そうなんだよ、ゲンボウ。小さい春、小さい春、小さい春、見つけた。やったね、ゲンボウ。やった、嬉しいよ、しんちゃん。また春を見つけたよ、ケンボー。ほんとかい？どこだい、しんちゃん。あそこだよ、あそこ。見えないよ。違うよ、ケンボー。こっちだよ。あれはなんだい、しんちゃん。パイナップルかい？違うよ、ケンボー。あれは杉の雄花って言うんだよ。この時期、たくさん花粉を出す場所だよ。なるほど。ということは、つまり花粉症の人は大変だってことかい？エクション！鼻水が出てるよ、しんちゃん。小さい春、小さい春、小さい春、見つけた。よし。あっちかい？行くぞ。しんちゃん、なんだか綺麗なお花が咲いているよ。どうしたんだ、ケンボー。このお花は、なんていうの？おお、ケンボー、よく見つけたね。これは万作という木の花だね。万作？雪解けの春、どの植物よりもまず花を咲かせることからそんな名前がついたんだ。まず咲く？まず咲く？万作？万作？なるほど。合掌の屋根の結束材としても使われているぞ。そうなんだ。小さい春、小さい春、小さい春、見つけた。いやー、ケンボー、春たくさん見つけられたね。そうだね、しんちゃん。まだ雪は残ってるけど、もう春は始まってるんだね。もっともっと春を探しに行こう。次はどんな春が見つかるかな。よし、せーの、春よー。よし、行くぞー。 Woohoo!